こんにちは、ニワトリチャンネルのレサとニワトリです。はい、今回も対戦動画でございます。ということですね、今回の対戦なんですけど、新規収録されたこちらのカードデデンネ EX ですね。デデちゃんですね、非常に可愛い、可愛いを使って対戦していこうと思います。はい、気になるデッキレシピはこんな感じです。どんどん気になるデッキレシピはこんな感じです。どんどん、はい、まあ、基本的にはサナですね、サーナイトです。はい、サーナイト EX を使ったデッキ、で、まあ、HCL とかでもね、すごい結果を残してて準優勝と、ね、非常に強いデッキなんですけど、そこのフィニッシャーとしてデデンネ EX を採用した形になっております。なるほど。こちらの上技テールスワップという技が非常に強くてですね、超エネルギー2エネで自分のベンチポケモン1匹を選んで、そのポケモンに乗ってるダメ感を全て相手のバトルポケモンに移し替えると、はい、全回復もできつつ相手に強火力も与えれると、はい、非常に注目のカードです。はい、で非常にねデザインもいいのでね、はい、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい、ということでね、早速やっていこうと思います。はい、対するレシャーさんは、はい、こちらはあの上レジエリキミライドン、はいはいはい、やっていこうかなと思います。了解です。はい、はい、じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。ラルトスミライドン、じゃあ先行もらいます。取らします。霧の水晶使います。はい、敵から超エネのポケモン持ってこれるので、はい、ラルトス持ってきます。はい、ちなみにラルトス何種類かありますけれども、はいはいはい、それを選んだの何かありますか。まずこれ新規収録されたラルトスと、これちょっと古いラルトスになるんですけど、はい、まず HP60 と70で大きな差があるんですよね。うん、2枚取り、あのロストマインで2枚取りされるかっていうところですね。ほうほうほう。あとは家にあったやつを集めました。それが本音やね。はい。はい、ラルト、後ろのラルトスに超エネ貼って、これで番終わります。お、あんまりかな、動けてなさそう。うん、どうでしょう。ドローします。はい、まあ、こちらミライドンがいるんでね。そうですね、断面は作り放題なんでございます。できればね、ザシアン持ってきたかったんけどね。ああ、確かに。じゃあ早速タンデミニット使用させていただきます。はいはい。じゃあまずミライドン EX とレジエレキ V 持ってきます。はい、はい、で、そして2回目のタンデミニット使用します。はい、じゃあレジエリキ V とメリップ持ってきます。ではこれでミライド EX に雷エネルギーを手張りして、はい、じゃあスタジアムビーチコートを貼りましょうかね。あー、なるほど。はい、念のため。はい、ではこれでジャッジマン使用します。最悪や。ほんまかな。最悪や。4枚ドロします。はい、4枚引きます。待って、レッサーパンダとニワトリおった。はい、気づいた。ベンチにいます。ベンチにいます。まあ、このまま番終わりましょうかね。はい、じゃあ番もらいます。うぞ。ここ後ろのラットスキルリアに進化します。で、リファイン使います。はい、したくないけどハイパーボールトラッシュして2枚ドロします。はい、レベルボール使います。キルリア持ってきて進化しちゃいましょう。ボールタウンに張り替えします。失礼します。新規収録ですね。はい、種ポケモン持ってくれるんだね。あ、そうです、そうです。なのでボールタウン使います。はい、ルールを持たない種ポケモンベンチに出せるので、月光が持ってこれないんですけど、ラルトさん持ってこれるのでいいですね。ベンチ出します。はい、そしてリファイン使います。緊急ゼリートラッシュして2枚ドローします。はい、お、緊急ゼリー入ってるんですね。はい、愛知シールでも大活躍でしたね。ね、ほんと打ってないのでペパー使います。ペピーペピー。じゃあ空の封印石とネストボール持ってきます。なんか怖い。まあそうね。うん、ペサはネストボール使います。はい、ラルト増やしておきますか。あら、4体並べしちゃいますか。万全ですね。もう全部のラルトスが出たか。そうね。で、ザシアン V 出します。あ、出た出た。剣の方向を使います。自分の山だから1枚超エネルギーを自分のポケモンにつけて、今度は番を割りますと。はい、ということで後ろのザシアン V に超エネつけて番を割ります。はい、では1番もらいます。はい、クロマの実験使います。おー、はいはいはい。5枚見まして、2枚ロストに送ります。はい、じゃあセレナと博士の研究ロストに送ります。あら、贅沢サポートセーチ。ではハイパーボール使います。大中と雷エネルギーをトラッシュします。中、はい、でモココ持ってきます。で、そのまま進化します。はいよ、はいよ。ではそのトラッシュにある雷エネルギーをモココのエレキダイナモでミライドンに貼ります。なるほどね。ミライドン EX に手張りしましょう。なるほど、なるほど。じゃあこのままボールタウンをビーチコートに貼り替えます。これで逃げれるようになりましたので、ミライドン EX 逃げましょう。はい、後ろのミライドン EX 前に出ます。はい、ではこれでフォトムラスは220点で攻撃します。はい、やられます。1枚もらいます。はい、ラルトス出します。はい、まあ、ビーチコートで逃げ根がねゼロになってるんで、うん、じゃあ番もらいます。はい、どうぞ。リファイン使います。レベルボールトラッシュして2枚ドローします。はい、そして後ろのキルリアをサーナイトに進化します。はい、空の封印石を貼っときます。ほう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 。ザシアン V に超エネ貼っときます。は
い。ジャッジマン使います。なるほど。4枚引きます。じゃあ4枚ドローします。輝く月光が出して隠し札使います。はい。超エネルギーをトラッシュして2枚ドローします。はい。じゃあアルカナ社員使います。はい。デッキの上から2枚見て超エネルギーだったらポケモンに貼れるんですけど、はい、超エネルギーじゃないんで貼りませんと。出ませんと。はい。レベルボール使います。いい、どうぞ。キルリア持ってきます。はい。そしてベンチのラルトスをキルリアに進化します。はい。リファイン使います。はい。マナフィートラッシュして2枚ドローします。いい、どうぞ。ゴーゴーイースースースラルトス逃げます。ゴーイースースースゴーイ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 ース
ます。おお、この張り合いっこ。張り合いっこです。じゃあ技入ります。ストームスラッシュ、ついてる超エネルギーの数かける30プラス60点なんで、3枚ついてるんで150点ですね。ついてるエネルギーの？はい、ザシアンです。このポケモンです。なるほどね。はい、じゃあ150点の攻撃で番割ります。はいよ。1枚もらいます。はい。エレキジェネレーターを使用します。おお、強い。5枚。はいよ。1枚だったんですけれども。なるほどね。じゃあミライドン EX にこのエネルギーを貼ります。はい。じゃあミライドン1エネ切って逃げます。はい。はい。じゃあ、エレキ差し出します。はい。で、この後にエレキダイナも使用しまして、さっき逃げ切った雷エネルギーをミライドン EX に貼ります。はい。穴抜けの紐を使用します。はあ、紐か。ザシアンは生きながらえましたか。生きながらえました。ラルトスターします。はい。じゃあ、これでミライドまた出ましょうかね。はい。はい。このミライドに手張りしておきます、はい、これで技張ります。フォトムラさん220点で攻撃。はい、ラルトスやられます。はい、こちらもらいます。カーナイトでいいんちゃいます。出します。あら、舐められたもんですね。がもらいます。はい、リノス水晶使います。はい、超エネルギー手札加えます。はいはい、はい、リファイン使います。はい、手札に加えた超エネルギートラッシュして2枚引きます。はい、ハイパーボール使います。はい、ハイパーボールとちょっとあーそうサーナイトトラッシュします。へい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 。ジャッジマン打ちます。はい、たびたびジャッジマンね。このデッキね、あのアルカナシャインとかリファインのおかげで、まあ、そこまで手札が事故りづらいんでジャッジマンあんまり怖くないんですよね、自分で打つのが。なるほどね。4枚。はい、4枚。キリの水晶使います。はい、超エネ手札加えます。はい、どうぞ。隠し札使います。超エネ切って2枚ドローします。はい、アルカナシャイン使います。はい、2枚見て超エネルギーが1枚あったので、まあ、前かな、前に貼ります。はい、そしてさらに霧の水晶を使います。はい、超エネ持ってきます。いっぱい動くね。いっぱい動けるね、ありがたいで手張りします。はい、じゃあこれでブレインウェーブ使います。3エネついてるので合計150点で攻撃します。はい、倒れます。再度2枚もらいます。はい、どうぞ。ライドンですかね。はいはいはい、出します。どうぞ。1枚ドローします。はい、まずは手張り戦と始まらんか。まあそうですね、さすがに高1で技打たないといけないですからね。じゃあタンデミニット使います。はい、ミライドン EX 命中出します。はいよ。はい、一旦一体で大丈夫です。はい、じゃあモココのエレキダイナも使用します。ダイナマトラッシュからミライドンに雷エネルギー貼っておきますね。はいはいはい、手張りもしておいちゃいますかね。なるほどね。ボスの死で使います。後ろのザシアン V お願いします。まあそうよね、狙われるよね。はい、これでそのまま技入ります。フォトムラスター220点でちょうどで攻撃します。はい、やられます。2枚もらいます。じゃあサーナイト EX、 サーナイト EX でダイフォー出します。はい、じゃあ番もらいます。どうぞ。ではアルカナシャイン使います。へいへいへい。2枚見て、上限でないので全部手札に加えます。はい、じゃあサーナイト EX の特性サイコエンブレイズ使います。3枚トラッシュから貼って、はい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 、1枚につき20ダメージ食らうので60ですね。はい、サーナイト EX に手張りしときましょう。はい、よいしょよいしょ。じゃあこれで技入ります。ブレインウェーブ206枚ついてるので240点で攻撃します。はい、じゃあ再度2枚もらいます。はい、レジェリキ V 出します。はいよ。1枚もらいます。はい、ハイパーボール使います。はい、ホダーリベルトのネストボール倒しします。うん、はいはいはい。ホダーリベルトはもうそのデッキには意味がないですからね。 EX ですからね。はい、レジェリキ VMAX 持ってきます。はい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 。でこのままレジェリキ VMAX 進化します。はい、ミライド EX に手張りしましょうかね。はい、そしてまあエレキダイナも使っておきます。レジェリキ VM に雷エネルギーを貼りましょう。はい、じゃあこのままレジェリキ VMAX 逃げ0なので逃げます。はい、強いね。おい、じゃあミライドンが前に出ましょうかね。はい、この技入ります。フォトンブラスター220点でオーバーキルします。はい、やられます。1枚もらいます。
ス。サーナイトインフィックス出します。終わり。超エネ手張りします。はい、ジャッジマン打っときましょうかね。はいはい、じゃあ4枚引きます。4枚出します。はい、じゃあサイコエンブレイス使います。トラッシュから超エネルギーを1枚だけ持ってきて20ダメージくらいいます。はい、ただ火力がね足りないんですよね、サナはね。じゃあこれで技入ります。ミラクルフォース190点で攻撃します。耐える耐える、頑張ります。はい、じゃあ1枚もらいます。はいよ。じゃあレジェキ部位に手張りします。はい、エレキダネも使用します。はい、エレキ部位に横してと。はい、カメラエネルギー貼ります。はい、じゃあミラリン X 1円で切って逃げます。はいはいはい、レジェリキ V が前に出ます。はいはい、じゃあこれで技入ります。ほう、とライトニングボールですね。100点プラス30の130点で攻撃。はい、合計150ですね。はい、で次のターンこのポケモンが受けるダメージはマイナス100されます。はい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 、なるほど。実質300と変わらない。じゃあ番もらいます。どうぞ。なるほどね。デーデーちゃん逃げね、切って逃げます。はい、デージちゃん。はい、デデネイ X 出します。はい、じゃあサイコエンブレイス使います。はい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 、とりあえず2エネデデちゃんですね。これで40ダメージですね。はい、後ろのサーナイト EX に超エネルギーを7枚トラッシュからサイコエンブレイスであります。140ダメージですね。これで290。感じちゃいます、デデちゃんの動画にしては。じゃあ技入ります。テールスワップですね。はい、自分のベンチポケモン1体を選択して乗ってるダメ感を全部相手のバトルポケモンに乗せ替えます。しかも乗せ替えなのでね、100軽減も食らえませんので290ダメージで。はい、じゃあ私のサイト取り切って、はい、デデちゃんの勝利でございます。ありがとうございました。あ、いいんちゃいます。乗せ替えやからね、デデちゃんの宣伝にはなったんちゃいます。そうね。最後にね、まあだから相性いいよね。サナで自分を自傷でダメージ食らわせまくって、うん、デデちゃんで乗せ替えるとね、いうこともできますね。回復もできるからね、結構。そうなんですよね。はい、非常にいいんちゃいます。あ、なるほどね。フィニッシャーとしては面白かった。そうね。はい、はい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。バイバーイ。